真田の。これはカイ殿、ご無沙汰しております。慣れ慣れしくしないでよ。私らが真田にどんな目に遭わされてきたか。返す言葉もありません。勝敗は陛下の常ってやつじゃないの、ちっちゃな。雪村様、こいつ北条の熊姫ですよね。なんで大阪に。誰が熊だこれ。茶茶様がカイ殿をお預かりになったのだ。あんた、カイと言いましたね。私と一緒に大阪に参りなさい。茶茶様。はあ、あたしを捕虜にしてどうしようっていうの。市中引き回しの上、貼り付け獄門とか。死にたいのなら別に止めはしません。好きにしなさい。しかし貫きたい意地があるのなら、託された思いがあるのなら、泥を吸ってでも生き延びるべきです。茶茶様。この方のおっしゃる通りよ、カイ。私もあなたには生きていてほしい。姫様。茶茶様でしたか。どうかカイをよろしくお願いいたします。受けたまわりました。よっしゃ、世話になります。でもそれは豊臣がひどい真似をしないよう見張るためよ。ええ、私もそのつもりです。は？茶茶様。茶茶様も物好きなことですね。落城の切なさは茶茶様が誰よりご存知だ。捨ておけなかったのであろう。氏政殿の姉君は徳川とご縁があり、家康殿が貢献なさったが、カイ殿には行き場がなかったからな。なるほど、哀れな捨て駒を拾われたわけですね。泣ける。だから誰が熊だっての。私もチャチャ様の身の上を聞いて感じ入ったというか、お力になれればと思ったけど。さようですか。そう言っていただけるのはありがたい。でも真田を許したわけじゃないから、そこんとこ勘違いしないように。はい、お認めいただけるよう励みます。勘違いしてるのはどっちだって。もう雪村様がいなかったらチャチャ様だってね。